教室長王文久3年10月1日は、江戸時代後期の終わり国津島五図天皇社官主、慶應墓家人。名は、豊町、通称は、平治、兵庫、いおり、正元。天命4年うる1月23日終わり藩士、松井広史隆氏の次男として生まれ、文化4年津島五図天皇社官主表室主張の、養子となり、文化6年新職を継いだ。 社殿を道武器から、日和田武器とし、回廊を新築、新寮に水路を開作し、天皇側はに吉野桜を植樹した。香川歌劇に、和歌、明日家に、蹴鞠、豊原文明に書を学び、文政元年歌劇を自定に招いた。天保十二年養子隊長に新職を譲り、名古屋南伊勢町及び前津の別荘に隠居して、長岡なと合し、毎月加戒を模様して、 終わり国一円に園に敬遠派を広めた。天保十四年京都で、歌劇が死去すると、維持継修を世話し、硬貨三年を春、嵐山、1846年硬貨四年秋諏赤明石へ旅行に連れ、諏日記を書かせた。江元年には、妻と吉野に旅行して、吉野日記を表し、嵐山、吉野の桜と高尾の楓を庭に植え、隅に一室を建てて三郎居と号した。 文久三年十月一日死去し、尾沼上落寺に葬られた。方法は、重野林院、樹山豊長井氏。現在墓は、津島市指定史跡。津島邸椿園は、船戸町随戦時に茶席として移築されている。廃所、長寿楽の偏舎表出大渚を、長岡なとする説もある。二課費が建てられた。豊明氏家境と村井子費。 文化六年桶狭間の戦いで戦死した、先祖、松井宗信のため畑家内と混流した。氷室康市長は津田神宮大宮敦笠千秋次男。長女性。通称は、正元、郷和楽山。安政二年十月十六日没。氷室一長通称は、四季部、兵庫。明治三十二年一月十九日没。氷室千之助。 昭和元年3月24日没、著書に、津島祭霊遊園所、氷室明町鎌倉八万宮宮寺、わなかった。ありがとうございます。